はい、では奥宮の方へ行ってみたいと思います。猿田彦様かな、道、うん、どうでしょうね、道祖神なのかどうでしょう。割と奥宮の方の中ではまだ行きやすい方かもしれないですね。とてつもなく大変なところ結構あります。拙者薬師神社となってますね。狛犬さんがいてちょっと独特な顔つきですね。いつも来られてる方がいるのかな。こちらが宮さんの奥宮さんですね。後ろの 岩がすごい岩ですけども、大岩がありますね。不思議な感じがします。全体的にこう大きな大岩があって、拙者となってますが、まあ、基本的には奥宮と奥宮ですね。ご神体、岩をご神体とする神社、社ですね、うん、収納大岩もすごいですけどね。山自体が大きな岩で、不思議なところです。柔らかい風がとても気持ちよく吹いております。ぜひ参拝してみてください。